皆様にご報告があります。僕たち彼女ができました。キーフリーのユータジータジータです。はい、それではね、今日もツイッターのトレンドの企画をやっていきたいと思うんですけれども、今日のツイッターのトレンドで入ってる内容が、診断メーカーのあなたに彼女ができましたっていうトレンドがね入ってたんで、それについて、今日はやっていきたいと思います。思います。それでは診断結果が出たので発表したいと思います。年齢21歳、身長157センチっていう結果になりました。そして次、ジン君。はい、年齢がです。はい、次僕いきます。尾行が干し柿が苦手です。え、参考やから。え、尾行じゃない。尾行でしょ。参考や。尾行でしょ。尾行やないかい。ホストは漢字が苦手です。そうです。でね、この結果を踏まえて実際のタイプっていうのをみんなで書いていこうか。これできた。これまんままんままんま。これそう、こんなことある。俺船酔いしやすい人としか結婚できんから。いや、逆にそこだよ。そこやろ。じゃあ書いていきますか。書いていこうか。はい、それではね、書けたんでみんなでまず年齢の方言っていきたいと思います。15歳から40歳まで。俺は、20歳から島で。島で。え、僕は24歳から38歳まで。ピンポイントすぎやろ、お前。そんなもん。だいぶピンポイントやな。ジンはだから要するに90歳とか付き合えるってこと。まあ全然綺麗やって、全然抱ける。いや、もう週7やん。まずマネージャー15歳からもう、それももう犯罪やから。なんで15歳から。ロリコンなんで。キリタの24から38は分かる。3でもええやん、別に。いや、僕の弟が24なんで、せめて弟の代から年齢一回り上。そうだね。でとか1個上ぐらいまで。38なんで全然綺麗な人いるよね、まだ。全然だからいけるっすね。全然綺麗。次、ほんでじゃあ身長いこうか。で、身長は190センチより下なら。俺は170まで、さっき出た。僕160から165ぐらいです。これマネージャーは何なの。190いってますもんね。マネージャー身長何センチ。180。10センチまではいけるってこと。うん。でもヒール履いたら20センチなんですよ。見上げながらチューするってこと。ちなみにこれ冗談。いや、リアル別にリアルかけ言うてんの。170ぐらい。俺より下やったらヒール履いて同じぐらいやったら170。僕も同じぐらいですね、考えは。俺なんか逆に同じは嫌やから、ちょっと下ぐらいで今170。じゃあ次、バスト行こうか。バストはおっぱいなら全部好きっす。で、膨らみがあれば。ああ、俺はまあさっきバスト D って出たけど、まあほんま D ぐらいかな。大きすぎたらな、嫌やな。D ぐらいかいいかな。 C から D ぐらいが一番いい。たまになんか女の子でおるやん。え、うちなめっちゃやっぱ大きいねみたいな、大きいねとか言うけど、そこまで行ったら気持ち悪い。ボール大きくてもね、垂れてなかった。じゃあ俺はその大きさをどう夜は遊ぶんかなっていう、それをどうやるんか分からん。俺には未知やから。しかもお前 H カップの90歳とか嫌じゃない。バリ乳でかい。90よ。もうそれは垂れてるだけやね。多分こう肩にかける。それはお前和子やんけ。こう吉本の。今まで、ね、生で一番でかいバスト見た。アイカップ。アイカップっす。H っす。O ぐらいまでたまる。おお。なんか俺も O って感じ。あれじゃん。ちゃんってやつじゃん。名前です。今 P やで。で次、髪色。俺は黒髪が好き。俺は黒って言ったけど、茶髪から金髪。黒髪は嫌なんだけど。黒髪絶対嫌。嫌な。嫌やな。はい。じゃあお前黒髪やったからまたピー。もう泉ピンコにしてくれ。もうそれならもう俺をここ泉ピンコしてくれ。もここ泉ピンコしてくれ。もこれはもうパッキンぐらい。金髪ってどういう縛りやねん。けどポスト来て最初俺黒髪ってめっちゃ清楚なイメージだった。ああ、それは分かる分かる分かる。こっち来てなんかみんなその黒髪の子の方がなんかそのどんなことある経験とかあるったら、まあまあ黒髪の方が性器が良かったり、なんか黒髪の方がクズが多いっすよね。なんかね、そのイメージがついてもって、もう黒はなんかちょっと清楚ビッチみたいな。僕のお客様は黒髪が多いので素敵だなと思います。次、じゃあ髪型。僕は似合ってればその人に何でも好きです。あ、わし似てるわ。俺は髪型がショートでだけどロングです。あー、もうそれはちゃんと違うな。ちゃんじゃ待ってます。僕も髪型ショートで言ってますけど、ボブオアロングっすね。ボブオアロングってツー縛りってこと。ツー縛りっすね。中途半端嫌いなんで。なるほどな。性格、俺はもう優しくて俺に尽くしてくれる人。俺はおしとやか。
僕ヤンキーっす。ヤンキーヤンキー、あのド M です。ド M ド M じゃないですよ。いや俺もなんか聞いたらド M な気する。S ぶってるったりするけど、その上の S が壊れたらすごい M やと思う。絶対ド M。さらなる高みを目指したい。怖い怖い怖い。まあマネージャーの感じは全然違うもんね。確かに。あでも図書館にいそうな子が好き。わあ、だってほんまに図書館にいる子がパッてメガネ外したらめちゃくちゃべっぴんやったみたいなのがキュンってする。そんな感じ。俺のことを落としたい女は図書館でメガネかけとけ。行かねえけどな。大好きです。次じゃあ行こうか。趣味、趣味は僕は料理ができる人が好きやから、趣味は料理でいてほしいなと思います。趣味はまあ楽しいこと全部好きって言ってくれる人が好きかな。もう僕の人くくりな、アウトドア。で、まあじゃあ次、行こうか、最後。尾行、飛行。やめとこう。尾行は、船酔いしやすい。一緒やないかい。一緒一緒。これほんま何も浮かばんかった。ほんで俺は散歩下がって、これ素敵、見てくれる人。俺は口が悪い。口が悪い。それはすごい。これは、僕の中の意見なんですけど、口が悪いっていうのは、言い合える仲がいい。口喧嘩できる仲っていうか、根本こうやからとか言われるのが嫌いなんで。だから言い合える仲がいいから、口が悪い方がいいかなっていう。まあね、今日ね、Twitter のトレンドで診断したんですけども、結果は、こんな感じでした。みんな良ければ、グッドボタン、いいね、インスタとかね、フォローしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そして、ね、今日のね、企画、面白かった人は、コメントとかでね、どしどし、次やってほしい企画とかやってくれれば、嬉しいと思います。ってことで、今日はアディオス、バイバイ。